サッカー選手。ハタイスポール所属。ポジションは FW。マメビラム・ディウフは、セネガルのダカールで生まれた。ディアラフで、サッカー選手としてのキャリアを始め、2007年1月、2006年3月に、練習に参加したことのあるノルウェーのサッカークラブである、モールデに移籍した。ディウフは、 同郷のパペパテディウフ、マディウフコナテが所属しているクラブであったこともあり、モルデに加入できたことに喜びを感じていた。2009年の夏には、弟の豆、ムバルディウフもモルデと契約を結んだ。2008年の夏には、ブラン、アーセナル FC、フェーノールと FC フローニュンゲン。 ウエストブロムウィッチアルビオン FC、レッドブルザルツブルクが興味を示しているとの報道がなされた。2009年7月12日に行われ、5から2で勝利したブラン戦では、開始9分でハットトリックを達成し、27分にはその試合4ゴール目となる得点を記録した。2009年5月、いくつかのクラブが獲得に乗り出したが、2009年7月19日、 モルデとマンチェスターユナイテッド FC はディウフの遺跡に関してクラブ間で合意に達したのと声明を発表した。ディウフはレンタルで2009年の残りのシーズンをモルデで過ごし、2010年の1月からマンチェスターユナイテッドに加入することになった。アレックス・ファーガソン監督は我々はノルウェーのクラブにいる若手選手と昨日契約を結んだ。 彼には、この2年間注目していた。先週以降誰も獲得する予定はなかったが、多くのクラブが関心を示していることを知り、決断を迫られた。我々は、獲得を決断し、契約を結んだ。と、述べた。モルでは、かつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍し、現在は、リザーブチームで監督を務める、オーレグ・ナースール・シャールが、 ユナイテッドに移籍する前に所属していたクラブであった。リュウフは、この移籍について、マンチェスターユナイテッドでプレーすることは、子供の頃からずっと夢見ていたこと。1月に、クラブに加わったら、チームに大きな影響を与えたいし、活躍する自信はある。と、ノルウェーの、スタンバンゲルアフテンブラッドがミに対して述べた。2009年12月23日、 ディウフに対して、労働許可証が発行され、遺跡市場が開く1月からマンチェスターユナイテッドで、試合に出場することが可能となった。2010年1月7日に、背番号32で登録され、2日後に行われた、バーミンガムシティ FC 戦に81分から、ポールスコールズと交代で出場し、プレミアリーグデビューを果たした。 試合は1から1のまま引き分けに終わり、活躍することはできなかった。2010年1月16日に行われた、バーンリー FC 戦では、ウェイン・ルーニーに代わり74分から出場し、オールド・トラフフォードデビューを飾った。試合では、アントニオ・バレンシアの出した、ロングボールにヘディングで合わせ、初ゴールを記録した。2012年1月28日に、 ドイツ分でスリーガのハノーファー96に完全移籍した。2014年6月11日、ストークシティ FC に移籍し、2年半ぶりにプレミアリーグに復帰した。2020年8月31日、トルコのハタイスポルに移籍。2009年8月12日にブロワで行われ、2から1で勝利した、代表との親善試合に分から出場し、 初キャップを記録した。2010年8月11日のカーボベルデ戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。ありがとうございます。